はい、ちゃおカメめです。今日はですね、日経平均が400円近く値下がりしましたね。で、ニューヨークダウンもですね、えー、大きく値を下げていますので、このままですね、えー、米国株、日本株ともにですね、節、え、目、ー、を割れて、えー、大きく、うん 暴落、もしくはね、調整局面に入ってしまうのかというところをね、解説していきたいのと、ただ一方でですね、こちらのように、外国人投資家がですね、大きく開口してきています。まあ不思議な動きですけども、この動きのね、原因は果たして何なのかと。そして私の今後の投資戦略ですね、昨日の動画でおそらく3番族ですね、米国株はあるんじゃないかというね、話をさせていただきました。 それに続いて、日本株も今までね、えー、節目だった2万六千円の、ねえー、平行ラインを割ってきましたので、 じゃあ次のね、えー、下値はどこなのかっていうところを私らに解説をしていきたいなと思っております。そして私のお投資戦略ですね。あくまで私個人的なですね、投資戦略になりますので、えー、その点はね、ご了承いただいた上で聞いてもらいたいなと思っております。で、あとね、この番組では、文字情報でも最近毎日ですね、投稿しております。主には、まだ日本で取り扱っていないような世界のニュースであったりとか、私の学びとか、思考ですね、このあたりを日々、これはですね、 え、金融とか投資戦略だけではなくて、え、勉強法とかね、え、キャリアアップとか、年収アップのための そういった秘策とか、そういったことをですね、無料で全て公開しております。全てこちらのね、チャンネル登録者向けのコミュニティの方でね、タブがありますので、チャンネル登録者の方はですね、見てもらえれば公開しておりますので、ぜひ一度見てみてください。ということで、冒頭で話してですね、外国人投資家がですね、投資対別売買状況だと、ちょっと1週間遅れですけどね、この情報は、買い越してきていたということで、日本株ね、まあ、世界のマーケットの中、特に米国株に比べて、 デカップリングまではいかないですけども、えナスダック、それから S&P500 が共に、ね、調整局面に入る中で、日本株はですね、比較的、まあ、堅調な動きをしているんですよね。これは、まあ、いろんな要素があると思います。まあ、3つぐらいね、アイを述べさせていただくと、まずは、えー、意外と業績がいいということですね。決算内容が悪くないと。 各上場企業ですね。特に、えー、このところ出遅れていたような、えー、自動車、モータビリティであったりとか、機械株ですね。えー、非常に、まあ、高決算を出していたと。それから、円安の影響もあるんじゃないかなと思っています。やはり、円安になると、まあね、今日もおメディアでね、えー、悪い円安、それからもうダメだ。日本株日本沈没、<laughs> まあ黒田総裁の失策。まあ、もちろんね、えー、円安もおデメリットメリット、 と両方ありますからね、えー、トレードオフって言うんですかね。コンサルティング用,用語でですね。えー、まあ、それはね、そうですよ。えー、例えばね、えー、新卒採用だってメリットありますよ。デメリットもありますよね。えー、一方で、中途採用だってメリット、デメリット両方ありますよね。まあ、そうした中では、ね、どちらもいい悪い必ずあります。どっちも見てみて、じゃあ果たして今やるべき最善策 ですよね、えー、最適解は何なのかということを常に考えることがえ大切ですしこれは別に株式投資だけじゃなくて経営戦略企業キャリア全てのおいて通用するんじゃないかなと思いますそういった意味では今回最適解というところで考えるとお今の円安に触れてるという状況はですねむしろ中国独人勝ちだった、えー、まあ貿易の黒字であったりとかね世界に向けてのマーケットでの中国がねずっとねえー、まあ国力を 蓄えて伸ばしてきますよね。そうした中で、えー、日本はね、競争力を徐々に失いつつある中で、今はですね、中国と、おまあ、その、同じ土俵で戦えるという、そういった、えー、まあ、一つのポイントもね、えー、見ていくことができるんじゃないかなと思っています。そうしたように考えると、もう一度日本がですね、えー、ジャパン製品っていうものが、中国とね、同じ土俵の中で、世界の中で、じゃあどっちが本当に優れた製品なのかとね、えー、いうところを、 互いいにですね、競い合えるとこれがね日本の円安というところでの最大のメリットになってくると思います。で今後日本がですね輸出産業の中でより欧州だけではなくてね今今後 もちろんアジアだって、えーね、人口も多いですし、様々な、ね、国々が国力を伸ばしてきてますので、日本の製品、やっぱり中国よりもいいじゃないかと。そして安いってことですよね。安いってことになれば、えー、今後ですね、シェアを伸ばしていけると。もう一度ですよ。復活していけるって企業がたくさん出てくる可能性がありますよね。それだけではないですよね。今までずっと、まあ、その、売り上げとかね、えー 企業業の成長が止まっっていたたような造船業であったりとかね、えー、こういったところだって、今後ですね、えー、もう一度立ち向かっていけるかもしれないですし、原子力ですよね、の輸出であったりとか、プラントだって、最近競り負けていますからね、あと鉄道もそうですよね。鉄道系なんてもう本当に悲惨なもんですよ、株価なんて。日本のこれまでね、えー、ベトナム、インドネシアとかで常に中国に競り負けてきたわけですよね。ここが円安になることによってね、えー、もしかしたら、 中国と対等に戦っていけると。そうなってくると、今までね、えー、ずっと日の目を見なかったような、えー、鉄道ですね。鉄道っていうのはあれですよ、線路を引いたりとかね、えー、いわゆる JR とかじゃなくて、えー、あとはこういったその世界の中で、えーそのて、日本の技術力を輸出するっていう意味での鉄道ですね。えー、そういった、えー、か銘柄もあるわけですよ、日本にはね、探してみると。皆さんの方でいろいろ調べてみてもらいたいんですけども、えー、そういったプラントとかね、鉄道も日の目を見る可能性があると。 まあそういったメリットも十分あるんじゃないかなと。それ3つ目がですね、やはり海外から見て、日本の株ですよね、買いやすくなってきてるというのもあるんじゃないかなと。で、今後、もしアメリカリセッションで利上げを行って、QT ですね、バランシートの縮小も行っていくと。日本はどうなのかっていうと、別にそれをね、別に ついていく必要はないですからねカ。カルガモの親子じゃないわけですからね。もしかしたらね、そうした中で日本は逆に景気を拡大させて、まあ、北さんの手腕に限ってもね、えー、頼るところはありますけども、逆にね、えー、バランスシートを広げてですよ。今までね、えー、の逆になりますけども、もっともっとね、お金を吸って、えー、そして景気浮遊策を行ってい、えー、くことだってできますよね。そうした中で、もしかしたら日本がね、 えー、よりいい、まあ、えー、経済復興を遂げていって、海外投資家側をね、呼び込んでいくということもあり得ます。まあ、この3つのね、要素を考えることもできますから、まあ、海外投資家はね、もしかしたら今後も強く買ってくる可能性もあるんじゃないかなと僕は見ています。もちろんわかんないですよ。わかんないです。ただ、そうした中で、まあ、今ね、えー、米国経済、まあ、かなり混迷をきたしていますので、多少はね、えー、その影響を受けて下がっていくと。 いうこともありますが、じゃあどこがね、下値になるのかっていうのを、まあ、我々はしっかりとね、見届ける必要があるんじゃないかなと思います。まあ実際にね、ニューヨーク市場は、えー、マイナス900ドルということで、かなりね、荒れ模様になってますし、えー、去年1月にはの3万ドルですね、ここを割ってきていますので、まあ日本もね、えー、まあ一応まあそういった影響はね、一時的に受けるそうな気はします。 で、日本はね、468円安、大幅続落、続落になってますね。反落をしてますね。えー、一旦昨日は上がりましたけどまた、えー、逆戻りということになってまして、ついに2万6千円をね、割ってきたという、今ね、流れになってますね。で、こちらこういったね、面白い、えー、循環ですね。心の循環って言いますかね、株式市場のマーケットの、まあ、心理的な循環になります。まあね、えー、まず楽観から始まって、興奮してスルリですね。 で、まあ、共水をして、まあ、皆さんもね、共水していたと思います。特にね、えー、ちょうどこれが、今年の2月ぐらいのね、レバナスとかもそうですよね。いやー、これでね、ね、えー、ガチホールドでね、えー、1億円達成できると。毎月毎月積み立てていけばね。で、まあね、みんな、風丸まる信者になってね。別にそれがいい悪別にしてですよ。まあ、みんな、こんなね、ちまちまね、個別株とか、積み立て兄さんなんかやってるやつは、アホだ,だ、みたいなね。えー、もう全部ね、えー、ガチホールドで、 えー、レバナスでいいんじゃない,みい,い,い,ゃないかみたいなね。も、ま、う、あ、強邪していたわけですよ。まあビットコインも同じような形ですよね。ビットコインね、えー、否定するやつなんかアホだみたいな。わかってないみたいな。もっと勉強なさいみたいな。よくあります。僕のね、えー、その YouTube のコメントにも、あなたはもっと勉強さ、をやりなさいみたいな。本当ですよ。まあそんなコメントが来てるとこ時があったんですけども、別にそれはいい悪いんじゃなくて、まあ強通してますよね。えー、で、ようやく今のところね、心配に入ってきてます。あれ ちょっとと今までと違違うう流れが違うってことですねこれまで本当にいいのかと。そして現状の否定ですよね。今までのことはもしかしたら間違っていたのかもしれないと。そもそも風丸氏ですよね。風丸氏であってのかな。レバナス、マジンホールドっていうことそのものが、本来ね、やってはいけない仕様だったかもしれない。で、風丸氏自身がね、実はそんなにレバナスに投資をしていなかったみたいなことは、なんかね、 あの、ばれちゃったらしくてね、えー、それはライブでね、えー、風間の資産本人はいくら投資してるんですかと、レバナスね、あれだけ散々ね、えー、ねが、マジンホールドで大丈夫だと。それで1億いくって言ったら、確かに300万ぐらいしかご自身は投資してなかったというのがね、ライブでポロッと行っちゃったらしくて、ええーみたいな。それでどうやってね、えー、レバナス、マジンホールドで1億いくんですかみたいなね。えー、まあまあ、積み立てだからまあ、それはそれでね、まあ、長い目で見れば、えー、まあ、なくはないかもしれないですけども、 まあ、で、まあ、みんなが、え、これって、えそもそも、騙されていたんじゃないかって言ってね、恐怖に陥って、で、自暴自棄になって、えパニックになると。パニックになると、ね、ロスカットであったりとか、もう退場とかね、もうそもそも株式投資をやらないっていう人がね、増えてきて、いや、株式投資なんかね、初めからやるもんじゃなかったと。 いうふうにね、えー、むしろ国を呪う、そしてユーチューバーを呪うと。まあ、私自身をね、えー、まあ、誹謗中傷するということも今後増えてくる可能性も十分あります。それ以外ね、えー、まね、やっぱり貯金が一番いいという形でね、えー、貯金が一番安心じゃないかというふうにだんだんなってくるってことですよね。でも完全に幸福をしてしまって、ああ、やっぱりね、そんな簡単にお金なんか儲けられないですよまあ儲けられないんですよ。そんな簡単にはね、やっぱり、えー、ね、えー、無理だったと。 投資なんて、ねえー、一部の人間だけがとあの金,融金融資本勢力ですよそういったねマイクロソフトのねビル・ゲイツとかが、えー、先頭に立って、えー、彼らだけがあの、ね、こういった金融市場を支配していて我々は結局食い物にとしてね貢ぎ物なんだみたいな落胆幸福落胆に行くとでうつな状態これ別に僕がい作ったわけじゃないですよ そういうふうに、まあ、面白い、そういったサイクルがあるってことで紹介してたけどす。<laughs> うつな、<laughs> う,うな状態になって、まあ、そう鬱うな状態は良くないですけどね。あと、あんまり自分を否定すぎるのも良くないです。まあ、別に生きてるだけでは儲け物ですし、ね、えー、死ぬわけじゃないですから。で、結局ね、ね、えー、また新しいお金をのね、えー、を稼ぐ方法を見つければいいわけですし、まあ、あのー、先にね、えー、うつになる前に話すと、 え、市場、株式投資にしがみついてさえれ,れば、実はね、なんとかなるものなんですよね。退場させられたらもうダメですね。退場させられないってことが、とにかく大事になります。で、しがみついてれば次のチャンスってものがね、見えてきますし、大きな失敗とかね、大きな経験をしてるからこそ、ようやく次の波とかね、やり方が分かってくる。退場させられない方法を、えー、知り尽くすことができるっていうのがあります。ちなみに僕は2回王将を食らって、2度退場させられてますからね、そこをなんとか、えー、 爪の皮一枚でしがみついてきたからこそ、合計の資産を築けたわけで、あの時ね、リーマンショックの時に、あの時、えー、東北大震災の時にね、二度一緒を食らってるわけでしょ。おもし退場させられていたら、このような形で YouTube をやってないですし、えー、資産をね、大きく築くことはできなかったです。なぜかというと、会社経営ではなかなか実は資産って増えない。上場してね、えー、上場でのバイアウトとか、えー、配当でね、えー、大きく利益を伸ばすとか、 もしくはストックオプションでね、あれも多分20%だった気がしますので、えー、やるんであればね、伸ばせ大きく資産形成できますけども、まあそれ以外だとね、税率バカでかいですからね、えー、一方で株式投資ではね、えー、バイアウトとか、えー、配当と同じで上場企業のね、えー、20%なので、やっぱこれ以外に大きくね、資産形成の方法で実は世の中ないんですよね。あとは海外に行くかってことでしょう。まあそういった意味では、僕はそういった意味では、まあそこでしがみついて、 なんとか僕もうつの状態になりかけましたけどねさすがにこう結構気は強いですけどもーリーマンショックそれから阪神じゃなくて東北大震災の時はね、えー、もうお医者を二度食らって退場するだったのでねそこから希望のステージに入ってあやっぱいけんじゃねえとようやくこれもしかしたら分かってきたわと本当につかんだわっていうのは大体この辺ですよねで、えー、落下に入っていくとでここから興奮スリル えー、投水って形で、また心配って形でね、どんどんこういった形で株式市場っていうのはね、一定のサイクルで進んでいるとい。じゃあ果たして今どこなのかと。おそらく投水終わって心配、現状の否定、恐怖、この辺じゃないかなと思ってます。で、この後仮に、えー、もっと米国株がクラッシュをしてね、えー、おそらく3万増があると思いますので、えー、海外投資家もね、当然、えー、積み立てて、えー、信用取引をってますので、 えー、それがね、すべてロスカットっていう形で、マージンコールですか、海外的な用語でいくとね、えー、であったりとか、サーキットブレーカーって言ってね、えー、もう、売りに次ぐ売りですよね、えー、が起こると、自暴自棄パニックってことになってきます。セリングクライマックスはまだ実際には起こってないですね。リーマンショックのセリングクライマックスを僕経験しますので、こんなもんじゃないですね。えー、もっと大きな、えー、仮にですよ、3番底があって、大きなパニックが起こるんだったら、 もっと大きな大津波って言いますかね、セリングクライマ,ースがマックスが来ますので、まあそうならないんであればね、それはそれでここから持ち直していく可能性がありますけども、まあ起こる可能性は十分考慮しておいた方がいいんじゃないかなと思います。まあそういった意味ではね、この後僕の戦略を話していきたいんですが、まあその前に、ね、日銀がね、大規模な金融緩和策をやったと。まあこのあたりはね、どのような形で日本株に影響を与えるのかというのは、まあ見ていかないといけないですけども、まあ アメリカはね、あの、冒頭で話しますけども、金融引き締めに入って QT とて言って、えー、バランスシートを圧縮していく中で、えー、日本はね、まだまだ、えー、大規模な、えー、お金のばらまきをやるっていうことですからね、えー、そういった意味では、えー、海外のお避難していくるね、 逃避マネーが日本に集まってくるっていう可能性はなくはないかなと思ってますうーこれはね一旦は下がったということですよもちろん、まあ、米国株はクラッシュして日本株だけはね、えー、爆上がりってことはもちろんないと思いますある程度カップリングさとデカップリングで上がっていくってこともまあシナリオの一つとしてはね、えー、あると思いますその時はおそらく中国の経済の復活が、えー、日本株を支える可能性はあるんじゃないかなとは思っていますね日本株 は、えー、おそらく、中国の方がアメリカよりも先に回復しますので、今のこのリズムから考えるとってことですよ。おそこで恩恵を受けて、で、次のアメリカのね、2024年からの復活に、また日本株はね、恩恵を受けると。そして今日本はね、えー、円安によって輸出力も高まっていますからね、え、国際競争力がね、えー、そういう意味で考えると、おそのダブルのね、えー、恩恵を受けて、えー、株価を維持するってことも、シナリオの一つとしては、何万たるシナリオの一つとしては、太い一つのね、 え、流れの予測は僕はしてはいますね。ただ、まあ、えー、一時的にね、アメリカ株がクラッシュするんであれば、そして3番族に向かうんだったらば、日本もね、一度、僕は2万4千円ぐらいまでは、えー、大きく下がっていく可能性があるんじゃないかなと思って見ていますし、 これはね、えー、ずっと僕は、えー、もう4ヶ月ぐらい前からね、えー、その予測はしてきました。なので、急にここでポットでね、えー、24000円で言い出したんじゃなくて、4ヶ月ぐらい前から、えー、最大したのはね、もちろんこの人もあるかもしれないですよ。次は2万円という節目がね、心理的な節目になると思いますし、その次は、えー、コロナショック時の16000円ですね。だいたいあとこの2つありますけども、まあそうは言ってもね、えー、直近目先は24000円ぐらいが、まあ、 一番の節目になるんじゃないかなと思って考えていましたし、これは4ヶ月前から、えー、そのシナリオは変えていないということになります。で、今ね、2万0千と2万0千円の、まあ、レンジを抜け、下抜けしましたので、じゃあ次は2万0千円ですね、えー、アメリカ株と一緒に、えー、ここまで落ちていくのかどうかということになるんじゃないかなと思いますが、仮にその場合は、ある程度、ロスカットであったりとか、大衣装とかね、えー、場合によっては退場させられる、そういった投資家も、 増えてくると思います。まあ、3番族、4番族あたりが一番ね、リーマンショックの時も非常にきつい下げになってくると思います。ここからは耐えられない投資家が増えるということですね。これは米国株も同条件です。あとは、えー、セリングクライマックスに向けて、 え、果たしてどのぐらい下がるかっていうことなんですけども、6つですね、今からちょっともしね、私が皆さんにお伝えできることが心構えとしてね、あるとすると、まずはひたすら耐えるっていう戦略ですね。これ毎回話してますけども、まあ中長期トレーダーで、え、これままね、この銘柄を5年スパンで持とうと思って、初めからエントリーしたんであれば、別に今やることって実はそんなにないですよね。であれば、別に5年間耐え忍べばいいんじゃないかなと思ってます。そこで、え、迷わない。 っていうことも一つの投資戦略ですし、投資シナリオですよね。えー、で、まあ、もし後輩投下もね、運よく握ってるんだったら、まあ、その間我慢量としてね、配当金をもらえばいいんですよ。まあ、僕の場合はね、えー、短期トレードと中長期トレードとほったらかしトレード、まあ、3講座わ分けてね、それぞれ別にやっています。だからまあ、ほったらかしで、まあ、5年とか持とうかなと思ってる、証券講座につきますよね。えー、まあ、それは、えー、あれですよ。僕の場合は無差証券なのかな。 だ結構、ズタボロですよ、正直。まあ、あの、武蔵証券のね、営業担当その人が見たら、こんなズタボロなのかと思うかもしれないですけど、まあ、それは別に、えー、5年とかね、持とうと思ってるからということになりますし、まあ、そこから入ってくる配当は年間、まあ、200万とかありますからね、えー。全然ね、それ5年持ったら1000万ですから、えー、まあ、気づいた時にはね、それでインカムゲイン、キャピタルゲイン、両方手に入っていれば、それはそれでね、えー、すごいいいことですよね。 で、一方短期のやつはね、ロスカットするかもしれないですけども、一つは耐えるってことも、別に選択としてはありますよってことです。オプションですね。並列オプションです。コンサルティングではね、常に戦略ってものは並列オプションで考えて、都度どれが一番優れたえ戦略かってことをね、えー、その並列オプションの中から決めていくということになります。まあ、その中の一つとしてはあるということですね。あと、投資をやめる。まあ、これはね、えー、消極票なり、消、えー、消去表になります、消去法になりますけども、 まあね、どうしてももうもうもう無理だと、向いてないということになったら投資をやめるってこともあり得るかもしれないですね。で、これ、まあ僕の場合はね、なんかこの後ね、神岡塾に入りませんかみたいなことは一切ないですし、なんか商材売ろうとも思ってないのでね、ビコラに LINE があるので、今ならね、LINE 限定のね、情報お届けしますことも一切ない。めんどくさいです。僕本業が会社経営者なので、だから、ね、向いてないんだったらやめてしまうって手もあると思いますね。なぜかというと、やっぱり、 ビジネスもそうですよね。マーケティング会社に入ってマーケティングが向いてないのに、頑張ってるとね、精神病になっちゃいますよね。それからね、数字の計算とか好きじゃないのにね,、えー、ね、会計事務所に入ったらもう地獄ですよね。同じような形で、株式投資が向いてない人ってやっぱいるんです。1円の損も許せないとかね、えー、こういったその時にもうビクビクしてしまってね、夜も眠れないという人は正直、やっぱりあんまり向いてるとは言えないんですよね。その中でも自分を鍛えて、えー、ね お金とかね、資産を形成していくために学んでいきたい、やっていきたいっていう人がね、残っていった方がいいですけども、もう無理だなと思ったら、自分の人生を豊かにするためにですよ、まあそういったことを検討するってこともなくはないかもしれないです。おすすめはしてないです。やっぱり僕もね、投資系 YouTuber との端くれではありますので、なんとかそういった人をね勝、勝つ投資家にするってことを無償でやるってことを僕の使命感としてやってますので、まあおすすめはしないですけども、 どうしても精神的にもう無理なんですってなったら、まあそれは一つあるんじゃないかなと思います。それから、これですね。監視銘柄を整理し始めながら、安値を拾うっていうね。えー、つまり、えー、ここまでね、えー、現金保有率を高めてきたりとか、キャッシュポジションを高めた人はね、まだまだここから安いところを拾っていける可能性がありますので、まあそういった人はね、いよいよ臨戦体制に入って、えー、監視銘柄ですよね、えー。これまで安くなったら買いたいと。 思思っていいるるような銘柄がたくさんあると思いますのでそういったものを整理をして、安値をどこで拾うかというのを、今、えー、までずっと僕はこの YouTube の番組でね、学ぶ大切さと、平行線の引き方をずっと伝えてきますよね。もうご自身である程度平行線引けるとも思いますので、えー、ここまで来たら、打診がをれてみようみたいなね、えー、そういった戦略を日々、ニヤニヤしながら考えるというのもありなんじゃないですか。それから、えー、ベアですね、えー、ETF を 活用して、えー、この下げトレンドをね、えー、ベア ETF で取っていくってやり方もあると思いますしまあ、同じような方法で空売りを入れるっていう方法もあります僕は空売りはあんまり好きじゃないですしこれも正確ですよね、えー、ねあと向き不見切りっていうのがあるのでただまあ空売りを入れるってね、えー、ここから一旦まあ反発月曜日開業するかもしれないので今ね先物の米国株が上がってますので、えー、そこをね、えー、も,どもう一度下がると思えば3番底に向けてね3番底に向けて、えー、空売りを入れていくっていうことも ありえますそうすると、このね、えー、下がりを取れますので、でそこからまた土点で買い直してね、えー、往復を取るっていう方法もありますのでね、それはもう過去の動画で、えー、土点の空売りであったりとか、あと、つなぎ売りですね。つなぎっていうのは、買いポジションをそのまま残したまま、えー、空売りを入れて、えー、その保険のつなぎを入れるっていうやり方になります。そうすると、まあ、蓋をすることになりますので、えー、一旦下がっても、この買いを残したまま、この売りの ね、えー、下がった分だけ、えー、その値幅を取れますよね。で、これ買い戻せば、まあ、にて、えー、玉の、まあ、玉操作になりますけどね。えー、玉は増えますけども、一旦この下げの分はね、えー、ある程度お、まあ、保証できるかなと、利益をね、っていうつなぎの空売りもあります。もしくはね、えー、今高いところにあるものを空売りして、安いところに拾ったものはそのまま買っておくっていうのも、えー、サイアンにりますけども、つなぎとは言えますよね。こういった場合はね、 まあこれも過去の動画でもう紹介してますので、まあ、あの見てみてもらえたらね、結構、視聴数は結構 10, 10万近くあるので、えー、視聴回,回数別にしてもらえば、ね、上位の方に出てくると思いますので、見てみてもらえたらなと思います。で、この辺はちょっと飛ばしてね、えーまあ、そういった意味では、そうですよね、えー、最近はちょっとこれちゃんと話つながりますので、定年までね、えー、本業のみっていう人は14%で、 えーまあ、特に30代40代の人がね副業も必ずやりますぜという人がすごく増えてるっていうことなんですよね何が痛かったかっていうとこういう時に大事なのが入金力になりますいかに、えー、こういったチャンス危機的な時に証券、えー、口座にね追加の資金を 入れられるかどうかってことも、実は非常に大事なんですよね。よくなんかね、えー、彼はね、とかね、あの YouTuber さんはね、えー、実は入金してとかね、YouTuber で稼いでいってね、えー、YouTube でね、えー、実際の利益、投資の利益はこんなもんで、えー、だよとかっていう批判とかもある。 時ももあるんでですすけどもいや入金力は全てですからねあのビジネス株式投資はビジネスの一環なのでいかにこういう時にね、えー、入金できるかっていうのが、えー、ものすごくその人の成功率をね、えー、左右すると思いますで株式投資ってのは別に初めに入れた100万円の元手を1億にするっていうだけのゲームじゃないのでねむしろその方が成功確率低いですねどう考えてもね初めの元で100万円を1億にするだけだったらねそれこそ本当に 一部の運がいい人とか一部の天才しかできないですよね。本当に100万円を1億にしようと思ったら途中チャンスとかね、危機的状況でいかに入金できるかってことが実は非常に問われているんですよね。えでもね、えー、ネットで見つけたあの人は100万円を1億にしましたよとか、ねえー、あとはね、ツイッターでつぶやいてるあの人はね、えー、100万円をね、えー、5億円にしてますよって言うかもしれないですけども、それってあの少数派ですよね。ごく少数派ですよね。 ごく少数派の人たちを真似しようと思っても、そこに再現性は微塵もないということなのでねえ、そこを真似してしまったら、とかそこを信じてしまったら、あれですね、多数派とだと思ってね、それはビジネスでは通用しないですし、えー、資産を失う確率も僕は高いんじゃないかなと思います。でやはり副業とかね、えー、キャリアアップをして年収力を高めて、無駄遣いをせずに、こういう時に入金できるかどうかということも非常に問われてくると思いますね。これはちょっと 大事ななことなのでちょっと明日もまた、えー、この入金力の大切さってこともね結構ね誤解してる人が多いんですよねこれはそのあまり株式投資の成功方法って世の中に出回ってないので騙されちゃってるっていう方が近いんじゃないかなと思ってます実際に億を稼いだとかね、えー、送り人になったとか安定性利益を出してる人っていうのは入金力もきちんとあります逆に、えー、本当に株式投資で成功していないとかね、えー、実はなんとか塾に入って てほしいとかね、えー、いう人ほどを100万円だけで1億稼げますって言いますよねその方がね、えー、まあ、ね塾に入ってもらいやすいじゃないですかでそんなことは実際には世の中ごく少数ですし本当にそれで1億いってるかどうかって確かめようがないのでね と僕は思いますけどね。まあ、これはちょっと明日また話しますね。で、今はね、えー、2万6000円を割ってきてしまったので、えー、果たしてこれが、えー、次の下ね、2万4000円に向かうのかどうかというところが、まあ、今ね、えー、勝負の分かれ目って言いますか、えー、ターニングポイントになってるんじゃないかなと思いますが、一旦米国株がね、えー、昨日の動画で話すた通り、3万族に向かうんであれば、2万4000円は十分あり得るかなと。こっから、じゃあ、反発して日本株だけが上がっていくのか、米国株と同じような形で、サさん、 売りになってね、えー、海外投資家が全て日本市場からぬ逃げ出してさら、えー、なるう下落に入っていくのかというのは正直今この現状だけの情報だとわからないですねアメリカと日本はちょっと今ステージがちょっと違うので、えー、そこはねしっかりと冷静に、えー、分析をして見分けていかないといけない、まあ、見定めていかないといけないんじゃないかなと僕は思っていますまあそうですねもしもしですよ おまあ次の下落ポイントがあるとしたら今2万4000円では結構大きな節目なんですよここでもね、えー、頭を押さえられてますしここでも一旦ね、えー、節目になってますしここでも節目になっているので、まあね、ここで、えー、ある程度反発される可能性がありますただその後ね、えー、もう一度下がっていくんだったらまあ2万円とかねこの心理的な節目そして1万6000円というね え前回、えー、コーナーショック前後の安値ですね。この辺りまで、えー、一応考慮しといた方がいいんじゃないかなと思っていますが、うん、どうなることやら。ただもちろん戦略的にはですよ、絶対負けない投資、絶対負けない、えー、その、太鼓の深さっていうのは大事なので、この下ももちろん僕の場合は、えー、想定内にはしてありますけどね。で、あとはね、えー、僕の今後の戦略ですけども、僕は、えー、ね、 えー、理をしましたので、これはもう公開済みです。あのー、消されもせないので、過去の動画を。6月4日にですね、利、え、確、ー、をしましたという動画を上げましたし、その理由もこれを述べてますので、まあ、興味がある方はね、6月4日のこの動画を見てください。で、そのね、えー、今、キャッシュポジションありますので、じゃあこれをどこで買うのかっていうところですよね。2万4000に、えー、近づけば近づくほど、お監視銘柄のね、えー、自分が狙っている銘柄は買ってくると思います。それが果たして、 下がるのか下がらないからで,すよですよね。監視銘柄に入れてる銘柄が下がらないんだったら買えないですよね。それを僕は高いところで買おうとは思ってないので、下がってくれば、えー、買いたいなと思っています。で、これ以上ね、2万4000円下回るんだったら、じゃあ次の戦略ってことになりますけども、僕はね、次の動画で結構大事な動画を上げようと思ってます。この週末ですね、おそらく日曜になると思います。明日はちょっと用事がありますので、えー、僕的なですね、神岡流ですよ。 絶対負けない投資法っていうね、これはもう本当に有料級になりますけども、まあ、えー、負けにくいになりますけどね。僕の場合は絶対負けないんですけど、皆さんがそれで負けるかどうかちょっとね、保証ができないのでね、それもまたちょっとね、クレームになると困るので、えー、上岡流絶対負けない投資法、皆さんはね、えー、それがどれぐらいの負けない方なのかわからないですけども、それをあげたいと思っています。なので、えー、ぜひ日曜日ですかね、えー、ご期待いただけたらなと思っております。早ければ明日あげます。それでは今日は以上です。高速で。